はい、こんばんは、速稼塾の久保です。まあ、前回ですね、私が黒川検事長の定年延長問題について検察の方がですね、ちょっと集まる会議っていうので、上村検事正ですか、この方がですね、ちょっと待ってくれって言ったことをちょっと動画に撮ったんですよね。このアイラっていう雑誌の記事にあったんで撮ってみたんですけども、こちらに対してですね、すごく秀逸なコメントをいただきましたんで、どうしても動画で紹介したいと思いましたんで、皆さんにね、お知らせします。ではちょっとね、画面切り替えてどんなコメントだったのかちょっとね、見てください。これですよ。本当にね、すごいなと思いました。まずはですね、私のキャプチャーの後ろの方に森雅子法務大臣が映ってるんですよね、座って。でそこに対してなんですけども、森雅子先生、あなたがやっていることは先制政治ですよ。先生、先生、それは先生って、なんでこんなにうまいこといくんですかね。森雅子法務大臣ですもんね。確かにそういう歌歌ってましたよ。これ上手ですね、もう本当に。はい、で次なんですけども、静岡地検の上村検事正の英断ある発言は正義の砦がまだあることを証明してくれた。うん、発言によって不利益な処分がなされないよう、他の検察関係者は感化せず行動を起こしてほしいってことなんですけども、検察の OB の方はね、これはおかしいぜってね、やっぱ一様に言ってるわけなんですよ。で、その他、各地の弁護士さんも、これはおかしいんじゃないかってことね、これ誰でも思いますよね。多分、弁護士、法律の勉強してる司法、なんで大学院ですか、ああいう、まあ、学生さんみんなね、こんな森法務大臣何言ってんのこいつとか思ってるはずなんですよ。こんな不自然なことを堂々とね、報道されて、それでもなおかつ強引にやり遂げるところに、もうね、政権の後のなさってものを感じますよね。で、思うところ、これは総理の答弁に合わせるために、もう仕方なく森法務大臣もこれやってんでしょうね。で、人事院の方も、名前忘れましたけど、すみませんけども、あの方なんて本当申し訳なさそうにね、自分の良心の呵責に本当に戦ってるんだと思いますよ。でもまあね、ああいうついうっかり忘れてましたみたいなことを言わされてね、本当に気の毒だなと思います。私思ったのは、あの人ね、真面目で、で気が弱そうじゃないですか。だからね、早まったことをね、森友の時みたいになってほしくないなと思うんですけども、なんかね、気持ち悪い事件ですよね。はい、次です。上村検事正の勇気ある発言は素晴らしいと思いました。どうにか是正できないものか、一つの希望の光が見えた気がします。どうかこの方を守ってください。検事軍団、頑張ってください。この方に何かあったら国民は立ち上がらなければと、もっと拡散お願いします。ということでね、コメント書いていただきました。ありがとうございました。この方のね、コメント、本当にその通りだなと思いますし、その前のね、コメントもそうだなと思いますし、森雅子さんの歌をね、書いてくださった方も、まさに本当その通りだなと思うんですよ。で、コメント今回はね、3件だけだったんですけども、本当に私はね、嬉しいなと思いました。こういう私の動画にもね、反応してくださって、ちょっと難しい、なかなかね、一般の目には触れないようなね、面白おかしい動画でも何でもなくって、私がただ雑誌を読みながら、それに対して感想を言ってるだけだったんですけども、こういうふうに共感してくださる方がいてね、最後にはもっと拡散願いますって書いてますんで、皆さんもぜひね、この動画を拡散してください。あ、動画説明欄にね、前の動画、どんなものだったかっていうのをコメント付きで URL つけておきますんで、そちらの方もご覧ください。すいません。では、よろしくお願いします。